皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。タイトーより1985年5月24日に、ファミコン用ソフトとして発売された固定画面製のアクションパズルゲーム。主人公のチャックンとなり、爆弾を使って敵のモンスターを退治して檻に閉じ込められたハートを取り戻す。追ってから逃げつつ次元爆弾を上手に利用し、檻に閉じ込められたハートを制限時間以内に解放すれば、ステージクリアとなる。2人プレイも可能で、交互にプレイを楽しむことができる。ストーリー。ゲームはモンスターに奪われたハートを、チャックンが取り返しに行くというストーリーのゲーム。特徴とシステム。サイドビューのアクションゲーム。ステージは簡単な迷路となっており、そこに2つの檻にハートが、収われている。このハートを逃がすとステージクリア。チャックン、端方向に、動ける。また天井に張り付くことができ、移動もできる。チャックン、端身長ほど足が、伸ばせ、高さが身長の2倍程度の、天井なら、そこから直接天井に、張り付くことができる。そこに両足か片足が、ついているかで飛び上がる高さが、変わる。両足ならチャックン2キャラ踏んで、片足なら半キャラ踏んになる。次元式爆弾を左右に、出せる。出すとすぐに重力に、引かれて落ちていく。この爆弾をどこに仕掛けるのかが、プレイのコツ。爆弾は爆発すると周囲に、煙を撒き散らす。これが爆発の攻撃範囲。この煙に飲み込まれたモンスターを、倒すことができる。ただし、自分も巻き込まれるとミスになる。ステージの一番上に、出口に蓋をしようとするモンスター、マイタ、がいる。これが各面の制限時間を、示しており、出口を塞がれてしまうとタイムオーバー。モンスター、破天井に卵の、形でぶら下がっており、時間が経つと孵化していく。モンスター、の動きは3種類。周辺を、うろついているだけのもの。ひたすら追っかけてくるもの。そして、爆弾を仕掛けると逃げ出すもの。このうち最後のタイプは倒すのに、手間がかかる。一発の爆弾で複数の、モンスター、を倒すとボーナスアイテムが、現れ、取ると得点となる。時折、スーパーハート、が出てくるがこれを、取ると、一定時間無敵状態の、スーパーチャックン、となる。この間は移動速度アップと、どこに片足しかついてなくとも、両足飛び、モンスターに触れるだけで倒すことができ、設置した爆弾の爆風に、巻き込まれてもミスにはならない。ステージを特徴づける様々なギミック。アイスブロック。爆弾で破壊でき、通れるようになる。だが、破壊しすぎて足場がなくなってしまうこともあるので、注意が必要。ウォーターボトル。壊すと水が出てきて、どこに溜まっていく。水中は自由に泳げ、高さの都合などで届かないような場所も行ける。しかし爆弾が出せなくなる。また水中で爆発した場合は煙が、広がらない。ムービングブロック。左右に動く底状のブロック。うまく利用し移動に使う。ただし壁とこのブロックに挟まれると、ミスとなる。動き速や不規則なものもあり、見極めなければならない。モンスターを全滅させてクリアか、逆に一匹も倒さずクリアで、ボーナスがもらえる。モンスター全滅の場合は5000点の、ボーナスだが、一匹も倒さずクリアした場合は2万点に、加え残機が1機追加される。全14ステージのループ制。評価点。パズル性のあるパターン攻略を、考える楽しみがある。各ステージでは、モンスターの卵の位置、孵化するタイミング、3種類の動きのモンスターがどこに、配置されているかが決まっている。さらにステージ特有のギミックもある。このため、チャックン、がどう動き、どこで爆弾を仕掛け、どこで一旦待機し、といったパズル的なパターン攻略が、可能。これを乱すのが本作の面白さ。簡単な説明が表示された練習用の一面がある。一面が簡単なゲームというのは当時もあったが、トレーニング面と銘打っているのは珍しかった。中間デモが豊富。3ステージごとにコミカルなデモが挟まれる。物語的になっており、最後の14面をクリアするとエンディングらしいデモもある。もっともループ制なのでまた戻るのだが、問題点。
パズルアクションゲームとしては、ボリュームに乏しい。アーケードゲームでは、このタイプのゲームでは30面、200面あるのが、一般的だった。パズルゲームは解放が見つかれば、終わり、であるため、当然ながら飽きも早く、現場でも早期撤去するテンポが、多かった。フェアリーランドストーリー、バブルボブル、では、この反省を活かしてアクション性を、向上させ、約100面のボリュームになっている。総評。アクションゲームでありながら、攻略がパズル的と独特の、味があるゲーム。ただ AC ではそれほどヒットしなかった。PC 移植で再評価を、受けた当時としては珍しいゲーム。移植。AC ではあまり出回らず、知名度をそれほど獲得できなかったが、PC では移植度が非常に、高いものが多く、当時の代表的なアクションゲームの、一つとなった。PC、8801番、X1番、FM、7番は PC 特有のちらつきはあるものの、デモも含め移植レベルは、かなり高い。ただ音源に関しては、スペック上完全な移植ではない。一方その他の同時期の移植版は、マシンスペックの関係で様々な部分で、劣化移植にとどまっている。タイトーメモリーズ、下巻、PS2、発売日、2005年8月25日。タイトーメモリーズ、ポケット、PSP、発売日、2006年1月5日。オムニバスソフト。ジャックンポップを収録。タイトーメモリーズ下巻は SG 1000番1985年9月以来約20年ぶりの家庭用ゲーム機への移植。タイトーマイルストーンスイッチ開発協力ハムスター発売日2022年2月24日オムニバスソフトジャックンポップを収録。アーケードアーカイブスと同じフォーマットで開発されており、同年7月21日には、単品での DL 販売が、開始されることも発表され、同日に PS4 版も、配信開始となった。アーケードアーカイブス版。上記の通りアーケードアーカイブスの、一作品として、2022年7月21日に、Nintendo Switch と PS4 にて、配信。日本語版のほか英語版も、収録してある。余談。タイトルの日本語表記は、ジャックンポップ、ジャックンポップ、の、両方が確認されている。イーグレットにミニの開発時に、再確認が行われたところ、広報の絵が P より、どちらでも、OK、ということだが、同ツイートにて、タイメモでひらがなにして、怒られた、と話していることから、本当はカタカナが正解な模様。反則用ポスターでネタバレ。エンディングまで載っている、悪い意味での、ご丁寧さ。こちらも、フェアリーランドストーリー、バブルボブル、では終盤面が、で隠されている。本作の、ジャックン、モンスター、マイタ、ハその後、バブルボブル、や、パズルボブル、にも、登場し、これらのシリーズの人気から、以降は事実上は同シリーズの、キャラクターとして扱われている。ジャックンは、ポップンポップ、家庭版の、隠しキャラや、バブルシンフォニー、の、ゲストキャラとして出てくる。これら客演の多さから台頭の、マスコットキャラの代表格として、扱われていたとも言えよう。台頭が自社のゲームキャラクターを、マスコットとする格作は、このジャックンから本格的に始まり、ジャックン自身の後に、バブルボブル、および、パズルボブル、の、バブルンにとって変えられた。あとの2000年代にはマスコットの概念は消滅しかけていたが、最終的には2008年頃にスペースインベーダーがブランドロゴ、バブルンは着ぐるみでの活動メインという扱いで落ち着くこととなる。あとにフルスロットル、チェイス HQ、サイドバイサイド、バトルギア、シリーズなど、タイトーの歴代のレースゲームの大半を手掛けた佐藤博幸氏が、タイトーに入社して最初に関わった作品である。2022年3月2日発売のイーグレット2ミニに本作が収録されているほか、マスコットキャラとしてジャックンをベースに頭のトサカをジョイスティックにしたスケックンが登場している。概要。ジャックンを操り、次元式の爆弾を使って、モンスターのいる迷路に襲われたハートを逃がしていくゲーム。
東大生ガキたちベーシックマスター、レベル3用に、作った、チェックンチェック、というゲームが、元と言われ、アクションゲームながらパズル要素も、濃いゲーム。実は対等初のキャラクターゲームであるとともに、本作で作られたキャラクターたちは、その後の対等作品に、多く出ることとなる。ゲーマーの意見、ソンプー GU、意見、対等制作のアクションゲーム。AC でもやりましたけど、プレイヤーキャラの、チャックン、や、敵キャラがともども皆愛嬌が、感じられる可愛らしい作りの、割に難易度が結構高かったと、思います。特に爆弾が爆発して、ゲームが消えるまで次の爆弾を、投げられないということや、地形等の癖がなかなか強かったことが、多分その原因でしょう。あと爆弾だけでなく敵の、モンスター、も次元式だったことにも、悩まされました。ただ、各面における迷路内の、ギミック等は結構凝ってましたし、ボーナスの存在何かは作品の、評価を上げた一因かと、思います。今思うと、誘爆、といった要素なんかは、後発のボンバーマン的な感じもさえしますし、こういった一部のアクション系ゲームにとっては、しかるべき方向性を示してくれた作品だったかも、しれません。しかし本作はそれほどテクニックが、必要な出来ではなく、慣れと注意力が一番大切だったと、思いますけど。まあ今思うと、当時としては一風変わった作品だったかもしれません。評価は、良い、で。消しゴム、意見。テクニックよりも集中力が、物を言う作品。これが、この作品をプレイして最初に、分かったことです。内容は、プレイヤーキャラは主に壁、床、天井に張り付いて迷路内を、移動し、迷路内に湧いて出るモンスターの、追跡を振り切る、爆弾で倒したり牽制したりしながら檻に、行ったハートの解放と迷路からの、脱出を迷路の出入り口を、塞がれる前に行うものでした。ジャンプして届く高さを含めて、プレイヤーキャラがタッチできる場所ならどこにでも、張り付いて移動可能。二つのボタンで爆弾を左右に、投げるという具合に操作系統は、シンプルで馴染みやすい。モンスターを見ても、プレイヤーキャラの周囲を、うろつきながらじわじわ近づく、迷路の出入り口付近を徘徊すると、派手さはないものの、モンスターの行動パターンは、かなりいやらしく、出入り口を塞ごうとする敵がそれを、後押ししているため、プレイ中にかかるプレッシャーは、かなりのものでした。評価は、とても良い、です。TCC、意見。後のパズルボブルとも世界見を共有しているこのゲームだけど、総プレイ時間、よくは覚えていないです。だいたい数時間ぐらいでしたかな。良い点、可愛らしいキャラクター。プレイヤーキャラ、敵キャラともども愛嬌が、感じられましたね。確かにこの点では、パズルボブルとかフェアリーランドストーリーの、流れを組むことになったと言えたのかもしれません。ボーナススコア。ファミコンが発売されたばかりの、当時の時代から見れば、敵を倒すことで出現するフルーツを、取るだけでなく、倒さなくてもクリアさえすればまたボーナスが、得られると、の隠し要素も相まって魅力的ではあったと、思います。悪い点、癖のある操作感。肝心のゲームのルールは、そんな敵たちを倒したりしながら、ハートを解放する、80年代のゲームらしい、シンプルな、ものだったけど、迷路の天井張り付きとか、最初は思い通りに、進められなくて、イライラさせられた記憶がありますね。慣れるまでちょっと戸惑いました。攻撃手段の爆弾も、爆発するまで少し時間がかかる、やや使いづらいアイテム、だったことも相まって、難易度的にやや高めだったと、思います。総合評価、対等のゲームって、ほんと特に80年代のそれは、癖の強いゲームが多いと、思うけどこれも残念ながら、光る点は確かにありながらも、万人向け、とはちょっと言い難いゲームの、一品でしたね。初心者が、見た目の可愛さにつられてプレイすると、騙させてしまうの、かもしれません。評価はまあ、普通、ですね。本さん、意見。小学生の頃、何分もかけてテープでロードして、やりまくったのを覚えています。MZ-2200、主人公の、チャックン、が、投げる爆弾の煙で、モンスター、
おやっつけ、また、その煙で、迷路内の檻に閉じ込められた、ハート、を、救出し、出口に脱出するというゲームです。この攻守のようになる爆弾の、煙の質方が絶妙で、当時には、チャックンの左右一つずつしか、爆弾を投げられない。爆弾を投げてから、およそ2秒後に煙が出る。一つの爆弾から出る煙の、量はおよそ決まってて、二つの爆弾をほぼ同じところで、爆発させた場合、煙の範囲が広くなる。など、アクションとパズルの要素が、高いレベルで融合していました。また迷路内のギミックも楽しかったです。動くとこ、溶ける氷の壁、水の入った水袋、煙で、破ると迷路の下の方に、水が溜めまる。など、当然これらの要素をうまく、活用しなければ、迷路をクリアできなかったのは、言うまでもありません。動きも滑らかで、迷路ごとに壁、ブロック、の、色合いや絵柄が違うなど、細かなこだわりもありましたね。機会があれば、またやってみたいものです。634、意見。本作の可愛いキャラと、高いゲーム性は後の、バブルボブル、や、フェアリーランドストーリー、等の、同社ゲームに受け継がれていったことでも、隠れた名作だったと思います。癖の強い操作と移動も、慣れればそれなりにスムーズに、進めます。爆弾投下のタイミングも、結構燃えます。こういったゲームの走りはナムコの、パックマン、ですが、それを対等優にアレンジして、いろいろなゲーム性を持つようにしたと、思います。ハドソンの、ボンバーマン、なんかも、この作品を参照にしていたのかも、知れません。なお、主人公のチャックンと敵キャラのモンスターは、その後の対等ゲームにもいろいろと、出演しているのがミソだと言えるでしょう。押しむらくは難易度が高めで、操作と地形の癖をつかむことがとても、大変だということ。このあたりを工夫して、もう少し万人向けにしていたら、宝かぎらい、意見。久々に MSX を、稼働させて、このゲームを試してみたのですが、意外と難しいですね。プレイヤーが操作する、チャックン、は、通常左右にそれぞれ一つずつ放つことが、できるボムだけが、敵である、モンスター、を、倒せる唯一の武器です。しかし、これがなかなかクセモノで、ボムを発射して敵に命中させて、敵を倒すのではなく、ボムが実は次元式爆弾。であって必ず2秒間待たないと、爆発してくれません。つまり、敵である、モンスター、が、ボムの爆風に巻き込まれるタイミングを、計らねばなりませんが、これが、意外と難しく、自分が思った通りに爆発してくれなくて、モンスターを倒し損なったり、ひどい時には自らが仕掛けた、ボムで爆死してしまうことも、しばしば発生しますね。通常2秒間というのは、何だかあっという間のように、感じますが、このゲームをしている間は、結構長く感じる時も、あります。それに、ボムの爆風に少しでも触れれば、敵味方の区別なくアウトですから、神経を使いますね。ボムで、モンスターたちにさらわれた迷路内の、ハート、檻の中から解放するのがこのゲームの、目的で、ハートを解放するごとに、最上階を塞いでいるブロックが、取り除かれます。ハートをすべて解放して、最上階に無事にたどり着ければ、その迷路はクリアとなるのですが、実は最上階にも、巻いた、だったと思いますが、実は、取扱い説明書を紛失してしまって、正確な名前を覚えているかどうか、自信がないのですが、とにかく最上階にも白装束の、厄介なキャラクターがいて、時間内にミッションをクリアしないと、最上階への通路を岩で、塞いでしまいます。時間制限があるのも、このゲームの難易度を上げていますね。迷路、は、迷路1から8までありますが、8以降は、再び1に戻る、当然1、2、3、の順に、難易度がアップします。迷路により、左右移動式の鉄橋が、出現し、これに挟まれれば当然死を、迎えます。挟まれてしまった時のチャックンは、本当に痛そうな表情を、していますね。これは、敵方の、モンスター、についても、同じですが、迷路さんより、
解放せねばならないハートの数が2つになり、しかも別々の離れた場所にある檻の中に収容されているので、厄介ですね。敵のモンスター、最初は卵、EGG の形をしていて、迷路の天井に卵の形でくっついていますが、この状態の時にボムで破壊することも可能です。ボムを炸裂させるタイミングが必要な箇所も存在していますが、EGG は時間がある程度経過するか、ジャックンがハートを解放して最上階への通路を塞いでいるブロックを取り除くと孵化してモンスターと化し、ジャックンに襲いかかってきますが、その時にうまくボムで